Yakamashii wa shiyo! Borei no kuse ni Yakamashii! Yakamashii! One, one! Kuso dare ga! Kiyoku yagare! Mion wa zurui, Mion dake zurui! Shimai wa itsumo issho, shinde mo issho! Dakara Mion hora, mukai ni kitan da yo! Mion! Mion! Oshashiburi! Dō? Genki ni shite ta? お前、こんなところをうろついてて大丈夫なのか？本当はいけないよ。それより、どうしたんだよ？こんな時間に。最後にお話ししたかったから。 私ね、もうここにはいられない。大丈夫か？どこか具合でも。今日まで。
頑張ってきたけど自分で分かるのもうダメ、もう限界。私のお迎えは、もうすぐ後ろまで来てる。大丈夫かよ。もう無理するな。あ、そうだ、俺ミオに、できた、全部できた。私が殺したやつはこれで全員。
よっしゃ、お昼だお昼。そら、レナ、机をくっつけろ。今日はレナのお弁当はミートボールなんだよ。おお、そりゃいいね。おじさんもぜひいただくよ。ほら、リカちゃん、机机。くっつけるのですよ。ペタ。残念なことに、ミートボールは私も大好物でございましたよ。皆さんに一口でも口に入るとは思わないことでしたよ。残念。そうはいかないです、サトコ。明らかに野菜不足のサトコには、特別にかぼちゃ弁当を用意させてもらいました。うわ、そりゃいじめだぞ、シオン。かぼちゃは嫌ですの。ほら、そのかぼちゃ嫌いはダメです。かぼちゃはですね、栄養価にとても優れているんです。育ち盛りのさとこは特に栄養に気を使わないといけないんですよ。私の目の黒いうちは変色は認めないので、その覚悟でお願いします。ほら、みんなもどうぞどうぞ。ホコホコのかぼちゃって甘くて美味しいんですよ。もにゅもにゅ。さとこ、これなら甘くて美味しいのですよ。お、確かにこれはいけるな。かぼちゃの甘みが嫌みなく、それでいて絶妙で。さとこ、お前は食うな、もったいない。なんですって。かぼちゃは嫌いですけど、言い方が気に入りませんわ。そら、言った言った。一口にガバッと言ってみなよ。ほらね、美味しいでしょ。うん、まあその食べれなくもないですわね。当たり前です。サトコがかぼちゃ嫌いを克服できるように日夜研究してますので。さて、この調子で今年中にナス、ピーマン、アスパラガスと制覇していきましょう。冗談はごめんですわ。私が沖宮の学校に転校しましたよ。ダメです。サトシ君から頼まれている以上、健康管理は私の担当です。不摂生も許しませんから、そのつもりで。うわー、シオンさん嫌い、かぼちゃ嫌。